っき笑ってなかったんですか？ちょっと一回さ、普通にギャグやってもらって、ちょっと一回全員で爆笑しない？あじゃあハマってるかどうかちょっと確かめるために。嫌なのよ、俺もおもんないねみたいなやつって俺もあんま好きじゃないから。でもなんかズズのギャグで笑うのもなんかそれズズに悪いかなみたいなね、こむずいのよそこが。おすまん。はい、ライス。ほうほうほう。ああなんかあんま。うん。納得のいかないボタンでした、ね。いやいや、ずっと考えたらそのズズへの回答って何いい、もういいよ。いいのよ。の一発ギャグがある、うん、で、絶対シーンってなる、うん、そこに食い込む一言、なんかこれ、これさえ言えば、場がね、いい感じになるっていう一言さえあれば、そう、うん、最強の形ができるんだけど、いまだに見つかんないんだよ、ね。笑えばいいんだよ、笑えば。いや、梅健さん得意そうじゃないですか、梅健さん。いや、一番いかんやつに振ったよ、みんな。逆にね、うん、あ、梅健さん。いやいや逆に。僕は笑っちゃいますよ、もう。もう面白いから。じゃあ、一回、ちょっと、いや、さっき笑ってた。一回さ、普通にギャグやってもらって、ちょっと一回全員で爆笑しない？あ、じゃあ、ハマってるかどうかちょっと確かめるために。あり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 。ちょっと一回ちょっと試してみて。ちょっと一回ギャグやってもらって。あ、はい、わかりました。全員で大爆笑。はい。じゃあ、行きまーす、はい、うん、セキュリティ戦隊ノートン、マカフィー、カスペルキー、3人必要なくて1人だけで十分じゃ。これは正解なのか？これは正解なのか？どうなったんだろう？ずずに、ずずに聞かないとわからないな。これは正解だったのか、どうだったのか？ちょ、本人的にどうなったのか？ほら、ハッシュ、何やったんや、今。バシューさん、ごめんなさい、うん、ちょっと辛くてもう死のうと思って、うん、あ、これ殺しました。あの奈良子さんを切ったんです。僕シェリフで切ったんです。すっきりしたし、うん、うん、え、奈良子を切った、奈良子死んだの？奈良子さんのリアクションしたからいいや。見てるでしょうね、これは。うわ、やば、ふざけんなよ、言ってたし。やば、すいません、すいません、ほんとすいません。すごっ、やるな、ズズさん。やるやん、やばさ。ズズさん、一つだけ報告があるんですけど、はい、あのさっきのギャグみんな笑ってたのに源さんだけ薬だった。源さんも一回も引かなかったからね。源さん切った方がいいっすよ。なんか一人ぐらい笑わない位置も必要かな。あ、なるほどね。ああ確かに。あれはちょっとあれなんで。ちなみに優しさ見ててんじゃない？ズズ的にはどうだった？やっぱ大爆笑気持ちよかった？いや、なんか偽りすぎて嫌だ。いやでも、うん、いや途中からマジで笑ってましたけど、銀さんが光ってないのを見て、俺じゃないじゃん。私も笑いの前に一幕あったんで笑いましたね。いやいや、ね、素晴らしい。いやもうかませ犬じゃん、そんな。だって俺の銀さんの笑わせ、すごいな。なるほど、人外だったんだ。あの色物屋でいる絶対笑わない枠が原作。あ、そういうことだ。あるな、あるわ。絶対笑わない。あれ笑わせたら笑わない。全然痛い。なんで見に来てんだこいつ。こいつのせいで100万取れねえじゃねえかって言われてる。あるわ。めっちゃ。めっちゃ。おい、ピカ早く取りにしろ。ピカ、もういい。もういいよ。何してんのパワハラが。人外の票が悔しくて入れてるよ、これ。ナイスシェリフでございました。いや、すごいな、これ。たまりすぎて。
七子人外だったの。やば。あれ。七子どういう気分なんだろう。やばいよな。あ、なんかいる。梅剣かな。ふい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 。あら、何や何や。あら、自殺した？どっち？コックピットで死んでました。あ、発見？ああ、死んでる。死んでるのか。梅剣はできない。うん、そうですね、高田さん見合ってます。あれさんってアーカイブいました？あれ？え、北さんってアーカイブいました？うん、ずっとエレキです、私。あれ？アーカイブいたの誰だ？梅剣高田。ああ、そうなんです。はい、どう？誰かの足だけ見て。高田さんが、あ、どうぞ。あげです。開幕アーカイブは聞いて、で、私シャワーに降りた時、梅剣さんとクロスして、アルマさんも来られてました。うん、で、私、除染終わったぐらいのタイミングで、メイヤさんがシャワーから来られました。うん。シャワーで今名前上がった方々は全部右です。ケンさん見てます、アーカイブで。まあ、高田さんは実施点でも無理だ。あ、俺、実施点でこれ、これルール確認なんですけど、シェリフって、あ、2回打てるようにしてる。ごめんごめん。全員に伝えろ。2回打てるようにしてる。10人なんで、一応2回打てるようにしてます。はい。自爆じゃないの？誰やったら誰かを。なんでレポートしないの？そう。まあ、一応ね、見逃しギリあるかもしんないけど、殺されてそうな気がするけどな。うん。そう言うと、左で見たんが、アッシュ、オラフ君、ズズさんをキッチンでね、オラフ君3人ぐらい見合って、で、その後停電になって、たぶんオラフ君とズズさんが左上の方行ってたかな。で、僕はそこでキッチンで武器庫でタスクやった後にコックピットで発見っていう流れですね。うん。じゃあ、アッシュさん視点だとオラフ君やっぱ怪しく見える。ちょっと怪しいね。はいはいはい。ねえ、アッシュ。あ、ごめんなさい。まだオラフの行動を聞きたいかな。アルメタカ、うん、ゲンさん、まで無理か。はい。アルメタカゲン、はい。あ、僕はキッチンで、僕はズズさんを見てなくて、アシューさんだけ見てて、その後、武天棒で停電を直したのが僕で、で、その後、キッチン武器庫って言ったって感じです。ああ、オラフ君が直してくれてたんや。はい、で、あのね、オラフ君とハンバーガータスク行った時あるやん。はい。ハンバーガータスクで重なった時に、ズズさんもその時おったんや、キッチンに。あ、そうなんっていう感じ、そうそうそう。ピカさんのエレキって誰も見てないんでしたっけ？あ、見てます、見てます。ピカさんなんか、それこそ、診察方面から帰ってくるみたいなムーブに見えましたけど、現から。基本2択か。うん。ロラでいいんじゃないですか、8人。なんか、僕、アシューさんあるかなと思ってて。いや、多分普通に全然あると思う。うん、アシオラのローラーじゃない？うん。どっちかは。扉を開けたのが僕で、あー、そうなんだ。まあ、いいや。足も先にありそうだから、はい、ちょっとわかんない、まあ、キッチンとブックの扉が閉まってたんで足湯さんが弁当とかでコックピット嘘ついてるんかなと思ってます。いや、ちょっとわかる。なんか死体地って感じがするからわかる。ゴブゴブやと思う。足湯なんか普通にマジで嘘ついてそう。どうした？はい。メイヤ君がリフト左の弁当パカパカしてくる。え？俺？七足インポスターメイヤ巨人だ。かな。ああ。ローラー止めたくて弁当パカパカしたやつにしか見えないでしょ、容疑者に。あ、オッケー。ひとまず方針としてはオラフ君落としてるので、まあひとまずアシューさん、あ、アシューで終わると思いますよ。うん、で、7足インポスター名屋がパカパカしてるかどうか俺は見えなかったので。そうそうそう、僕だからアシューさんがパカパカしてんの見えてんの確実にこいつインポスターだなと思いましたね。いや、だからそのインポスター確定ですね。アシューお前それ売るかい。いや、1個ここで釣られるムーブ取れよ。無
りだろ、はじめさんが、俺が見ましたから。死人情報。ナナコさん、なんでそこ死んでんねん、もう。こんなもん無理やろが、今のどう考えたって。皆さん、ベッド尽くして。いや、すごい試合。ごめん、ごめん、本当に。なにこれ、エンジョイブラ、今日。すげえ試合やろ。足湯さんがさ、見えたって言わなければ、足湯さんと高田さんが一緒に見てるんだからさ、うん、足湯さんじゃないってなるはずなのに、うん、足湯が名屋が出てきたの見たって言ったら、俺しかおらんやろ、いや、もう足湯確定やったから。行った時のタイミングやったら、高田さんも見えてたから。いや、俺見えてない、見えてない。足湯が名屋見えたって言ったから、あ、よかったよかった、今さら高田さんが左行った瞬間、ごめんごめん。あれはごめんなさい、僕ミュートゲーしたせいでなんかメタになっちゃってすいません、皆さん。いや、だってない。インポスターとかつけちゃってすいません。釣り人は変わんなかった。にも変わる。いい声が聞こえましたよ。いい声。あれ本気の叫びですね、あれ。そうだよね。ふざけんな。本当ごめん、本当ごめん。